ベルフェのやり方が完全に正しかったとは思いませんが、きっとこの街も変わるでしょう。良くも悪くも。ありがとうございます。あなたが私を助けるように言ってくださったんですね。いや、元はといえば、あんたは俺たちのせいで捕まったようなもんだし。でも、もう私には住む家もありませんし、私を騎士様の奴隷として連れて行ってくださいませんか。え、ダメだ。俺たちと行動すると危険なんだ。泣くなよ。どうしよう。お前がそのバカ力で守ってやればいいだろ。しょうがねえ。ま、奴隷じゃなく仲間としてだったらいいぜ。はい。これで良かったんですかね。しかしこれだけ過酷な結果を出した以上、お主にはお主が理想とするやり方がきっとあるんじゃろうな。代案も出さずに人のやり方を非難することは簡単。しかしそんな消極的な考え方ならば、命がけで旅をする意味などない。全部の人が平等で、しかも一人一人が自由になることはできないのかな。この世界のあり方を変えん限りは難しい問題じゃな。そのためにはこの世界の支配者、アンゲルス教の教皇に何としても会わねばならん。いよいよですね。ケルビムさんの話では、この町を抜ければ教皇がいる総本山まであと少しのようです。日記をつける手にも自然に力が入りますわ。いつか見てみたいもんだな、その復讐日記の中に誰の名が書いてあるのか。おい、誰の顔を見ながら日記をつけてやがんだ。なるほど、そういう結論を導き出しましたか。その思考、行動、決断力、理論上とはいえ、彼らが私の求める人物である可能性は大いにありますね。なんだ？この大海原のどこに総本山があるってんだ。組織の人たちが調べた地図によると、確かにこの辺でいいはずなんですが。ここまで来てどうしようもないなんて。何が揺れてるの？気をつけろ、落ちたら終わりだぞ。すげえ揺れだったな。あんなでっかい地震初めてだぜ。ソドムとゴモラの町を豪華が覆い尽くしています。こっちもだ。俺たちが辿った町にまで無数の火の手が上がってるぜ。地震なんて滅多に起こらないのに、日記に書いておかなきゃ。確かに
この規模の地震はこれまでに例のないものじゃ。貴様何者だ。この大地震こそまさに破滅への序曲。今まさに万物が流転しようとしているのだ。